太宰府駅は、福岡県太宰府市財布二丁目にある、西日本鉄道太宰府線の駅。駅番号は、D02。同線の終点で、太宰府天満宮もよ寄駅である。なお、太宰府駅との表記は誤り。前身である、太宰府馬車鉄道からたどれば、現存する、西鉄最古の駅でもある。 東端式3面2線のホームを持つ地上駅。2線を3面のホームで挟む構造となっており、中央のホームが乗車専用、両側のホームが校舎専用となっている。古都太宰府の展開に1965年12月にホームを増設したという記述がある。ホーム端部の先に太宰府天満宮を模した外観の駅舎があり、ホームからスロープで、 ほぼ段差なくつながっている。改札口は、駅前広場に面した北側のほか、東向きにも、駅からの出場線用改札口が設けられている。窓口での対応を必要とする場合は、北側を利用する必要がある。乗り場2020年度の1日平均乗降人員は6619人で、あり、西鉄の駅としては、第17位である。 ダザイフ市の中央部より、やや北東寄りに位置する。駅構内に観光案内所が設けられており、ダザイフ天満宮にも近く、ダザイフ観光の拠点となっているが、ダザイフ市の中心市街地及び、市役所へは、隣の西鉄五条駅の方が近い。駅前を、福岡県道35号筑市の小賀線が通る。道道路は、 駅の南側約200メートルの位置にある、梅王子交差点で、福岡県道76号筑市の太宰府線と、交差する。西鉄バス2日、市太宰府停留所マホロバ号西鉄太宰府駅、停留所。ありがとうございます。